ここが MLF のビームライン BL22 に設置されたエネルギー分析型中性子イメージ装置ラデンです。この装置は世界で初めて建設されたパルス中性子を用いたイメージング専用の実験装置です。ラデンは単なる観察物の内部を可視化するのではなく、中性子の特徴を生かし中性子エネルギー分析を取り込むことで結晶構造、元素、温度、磁場など物理的特徴の空間的な分布を画像化します。通常の中性子ラジオグラフィー装置としても国内の装置としては最も良い性能を持ちます。分解能は30ミクロン以上、最大30センチメートル角の大面積視野での中性子透過像や断層像の撮影が可能です。最新の中性子イメージング技術をもとに他の手法では得ることのできない形状情報や物理的特性の空間的な分布を画像として取得することができる実験装置です。幅広い学術研究や産業利用が進められていて、実際の製品そのものの観察などが行われています。こちらが分光機室です。中性子源で発生した中性子ビームがこちらの資料に照射され、透過した中性子ビームをこちらの検出器で観測します。イメージング実験では実験の目的に応じた検出器の選定が重要です。ラデンでは複数の検出器を備えており、空間分解能30ミクロン以上、最大30センチ角の大面積測定まで幅広い用途に対応できます。またビームサイズ、ビームの平行度、ビームの強度も重要なパラメーターですが、これらを最適化するために複数のピンホールコリメーターが上流部に設置されています。またこのように分光機室内に広い空間が確保されており、さまざまな実験機器のセットアップが可能です。こちらの資料ステージは耐荷重1トンで重量物も設置できます。このように汎用性が高い点もラデンの特徴です。文化財への応用として室町時代の日本刀の結晶構造の可視化を行った例があります。結晶構造を解析した結果、刃の部分に高度の高いマルテンサイト層が含まれている。結晶子サイズは柄の部分以外ではほぼ一定、また柄の部分以外では結晶の配光がランダムに近い、すなわち非常によく鍛錬されているということが分かりました。次に変圧器を模擬した小型変圧器の交流電圧駆動中の磁場を可視化した成果です。交流電圧の位相と小型変圧器からの漏れ磁場の位相がずれていることが観測されました。これは渦電流によるエネルギーの損失と関係していることが予測されていましたが、この現象を初めて実測した成果です。その他、熱交換器内部の冷媒の挙動、リチウムイオン電池の充電量の分布、燃料電池発電下の生成水の挙動などさまざまな分野に貢献しています。イメージングは画像化という点で他の実験手法とは異なり、美術的芸術的な要素を持ちます。そこで伝統的な装飾技法の螺鈿から名前を取りました。また螺鈿には放射線を用いた撮像を意味するラジオグラフィーとエネルギー分析のそれぞれの冒頭の文字の組み合わせという意味もあります。螺鈿は最新の中性子イメージング技術を活用して様々な物質・物体の内部を可視化する実験装置です。ご興味をお持ちいただけましたら遠慮なくスタッフまでご相談ください。